次は3番、牛見議員。自由民主党清流会の牛見渡でございます。お昼を目前にしまして、私の過去の一般質問の質問時間の短さから、お昼で終わるだろうと、議長に関しましてはお昼の、お弁当もキャンセルされておりましたが、私も議員生活最後の質問かもしれません。思いはたくさんございます。今からでも遅くありませんので手配の方を、お進めいたします。それでは令和2年、今年は、昨年の12月末時点で国内 GDP、マイナス 7.1%、という大変厳しい経済状況の中、新型コロナウイルス拡大に伴う未曾有の事態が起き、そして先日の台風被害、また大雨などによる災害などを原因とした、暗いニュース、話題ばかりでございます。しかしながら、またこの4月から6月の国内 GDP は年率でマイナス 27.8% という戦後最悪という状況でございます。しかし政治家とは希望を配るもの、そのように教わってまいりました。そして経営面で言えば本田技研工業、現在の本田でございますが、創業者であります本田宗一郎、経営面で支えました藤沢武夫は、経営者とは一歩先を照らし、二歩先を語り、三歩先を見つめるものだと言葉を残されております。奉仕の姿勢におきましても、予算を運営するという面で考えますと、経営面の視点を持っていくことは非常に重要だと考えます。今回私は、それらに倣いまして、市民の皆様が少しでも抱負の未来に希望を持っていただけるような内容にしたいと質問を用意させていただきました。他の多くの議員の皆さんが質問されていらっしゃいますような、緊急的な内容ではないかもしれませんが、10年、20年先を考えたときに、最も重要な部分といっても、過言ではないと考えております。どうか、市民の皆様にとって、この希望をですね、さらに大きく明るいものとしていただくご答弁をどうぞよろしくお願いいたします。それでは質問に入ります。先日総合計画の骨子案が出てまいりましたが、各施策の課題、少子高齢化、産業、観光の振興などに取り組む上で IT インフラ整備ができていればプラスに働くと考えます。課題の解決には IT の強化が核となると思っております。そのような事態を把握した上での骨子案なのか、第5次奉仕総合計画の中での IT 化推進の位置づけとその重要性について奉仕の認識を教えてください。続きまして、 5G の商用サービスは開始していますが、サービス開始に先立ち、通信事業者による実証実験が他の自治体では行われておりますが、奉仕においてもそれら新たな IT インフラの基盤整備について民間事業者へ働きかけをする必要があると感じています。そこで IT インフラ整備、特に 5G 導入などに向けた今後の取り組みと方針について市の考えを教えてください。続きまして、企業誘致にあたり高速回線網などの IT インフラ整備がなされていることが有利に働くと考えます。都市部に拠点を置く必要性の低い企業などは地方に同等の環境があれば進出する可能性が高いと考えられますが、そのような視点を持って誘致活動を進められている現状などがあるかお尋ねいたします。また企業誘致、産業などの経済活性化について IT 推進との連動性についての考え方、方針及び今後の計画について教えてください。続きまして、県においては医療、農業の分野では IT の活用を進める検討をされております。防災に関しましても、河川の監視などは 5G などの技術を用いれば低遅延の動画などによる観測が可能となります。教育においても教育環境の充実を求めるのであれば IT を用いた教育に投資するのは重要であると思っています。そこでこれらの分野における取り組みと IT 推進との連動性についての考え方と方針、今後の計画について教えてください。最後に、今後私有施設などへのローカル 5G の導入について、どのような場所、事業に適するかなどの研究などをされているのか、
それらの現状と進捗について教えてください。3番、牛見議員の質問に対する答弁を求めます。市長。牛見議員の奉仕の将来を見据えた上で、奉仕の IT 化推進についてのご質問でございます。ご答弁させていただきます。奉仕におきます情報化施策を総合的に推進するためには、副市長本部長といたします、情報化を推進するための本部会議を庁内に設置し、情報通信基盤の整備や行政情報化の推進などに取り組んでまいりました。こうした中、AI や自動運転などのデジタル分野は目まぐるしいスピードで成長を遂げており、国の経済財政運営と改革の基本方針2020、いわゆる骨太の方針におきましても、行政手続きのオンライン化や、新たな移動通信システムである 5G の整備など、我が国社会全体のデジタル化を強力に推進する旨示されているところでございます。本市におきましても、こうした IT を取り巻く社会情勢を注視するとともに、ウィズコロナ、アフターコロナの時代も見据えながら、情報通信技術を用いた市民サービスの向上や業務の効率化など、行政のデジタル化を重点的に推進していくことが重要と認識しているところでございます。それでは、牛見議員の5点のご質問にお答えいたします。まず、第5次総合計画における IT 化推進の位置づけと重要性についてです。新たな総合計画に掲げる様々な施策を確実に実行していくためには、持続可能な行財政基盤の確立が必要不可欠でありますことから、総合計画を推進するための行政経営改革の柱の一つに、行政のデジタル化を位置づけ、重点的に取り組む旨を骨子案でお示ししたところでございます。次に2点目の IT インフラ整備や 5G の導入に向けた今後の取り組み等についてです。高速な情報通信基盤となる光ファイバー網等の整備につきましては、民間通信事業者が主体となって進められており、本市では概ね整備されている状況にあります。一方、本年3月に商用サービスが開始されました次世代の移動通信システム 5G につきましては、整備により通信環境の飛躍的な向上が見込まれますが、そのサービスの提供は大都市圏を中心とした一部の地域に限られております。このため、大都市圏と地方との間に情報格差が生じないよう、すでに市長会等を通じ国に要望しているところであり、今後も地方へのサービスの早期提供について働きかけてまいります。次にお尋ねの3点目と4点目、様々な分野における取り組みと IT、情報技術との関わりについてです。IT につきましては産業分野のみならず、医療や防災、教育といった様々な分野における取り組みを支える技術であり、これらの取り組みにかかる業務の高度化や効率化を図るためにも、IT の推進の重要性は十分に認識しているところでございます。本市におきましても、教育分野において、私立中学校のすべての児童生徒にタブレット端末を配備し、IT を活用した授業等を行う予定としており、また防災対策においても河川の監視や水位を監測するシステム構築を予定しております。このように IT の導入により業務の高度化や効率化を図れるものにつきましては、積極的な導入について検討をしてまいります。最後に5点目。ローカル 5G の導入についてです。ローカル 5G は企業や自治体等が自らの建物や敷地内で無線ネットワーク
を構築できる通信システムであり、ロボットの集中管理や臨場感のあるスポーツ観戦といった用途での活用が検討されているものでございます。このローカル 5G については、現在一部の自治体で実証実験などが進められている段階であり、その検証結果が今後徐々に明らかになってきますことから、ローカル 5G の導入が市民サービスの向上や業務の効率化に有効かどうか、実証実験による検証結果等も参考にしながら研究してまいりたいと思っております。いずれにいたしましても、IT 化を進めることによって市民サービスが向上するようにしっかりと努めていきたいと思っております。以上、ご答弁申し上げました。よろしくお願いいたします。牛見議員、はい、はい、ご答弁いただきましてありがとうございます。政策の一つ、放送合計画の中でも政策の一つとして出ておりますが、やはりこの、IT の分野というのは、やはりインフラという言葉も出しておりますが、基盤となるもの、関係各所を、つなぐものとして、課を横断して連携していくような仕組みであると考えます。やはりそういった分野に対して、施策の一つという考えもあると思うんですけど、それを網羅するような取り組みというのが、今後必要になってくると、思います。また 5G などローカル 5G や実際の 5G の導入におきましても市長会などでも要望いただけるということで、進めていただいていることかと思います。ただその地方においてもやはり、もう実証実験を行っている選んでいただいた自治体と、やはり選んでいただけなかった自治体との差がやはり出てくると思います。そういったところにかかってくるのはやはりトップセールスや方針全体としての取り組みにかかってくると思いますので、こちらも引き続き強く要望を進めていただければと思います。3番企業誘致のタブレット端末、企業誘致ない教育の面でタブレット端末を早期に導入いただきました。やはりこのコロナ禍の影響の中で、ますますこの重要性というものが高まっているかと思います。まずは迅速に行動して、結果に結びついていることを本当に感謝申し上げます。またローカル 5G の、この部分で、1点ちょっとお伺いしたいんですが、視聴者の建設にあたりまして、やはり10年20年先の分野というのは分からない、そこで、Wi-Fi 環境の整備などの今話にも出てはおりますが、この 5G についてのその後の調査研究など進展がありましたら、現状の部分をちょっとお聞かせ願いたいなと思います。総務部理事。はい、お答えいたします。今防府市の ICT 推進本部の方で揉んでおりますけれども、いろいろ新しいものが出てきております。で、庁舎の建設におきましてはですね、その辺を柔軟に対応できるようにですね、いわゆるハードの方の、仕組みをですね、十分に整えるように、ということで設計を進めておるところでございます。牛見議員。はい、はい、ありがとうございます。こういった、ちょっと先のことも見据えながらですね、大変、大きなお金が動くものとなりますので、その分野のおきましても、抜けのないように進めていただければと思います。5G が、この運用してこの方針がしっかりと活用できるようになったら、いろんな、取り組みができるかと思います。競輪場におきましても、視点をアングルをボタン一つで選手の目線から変えることもできたりとか、医療分野におきましても県との連携も必要だと思いますが、たくさんのできる幅が広がってまいります。第三セクターになるかもしれません。ソラールや、農業、そして潮騒市場での導入など、いろいろな分野で一歩先を見据えた観光だったり、それぞれ、本当にいろんな分野、今回たくさんの議員の皆さんがいろんな要望されましたが、そういったものを、一気に解決することができるような起爆剤になると私は考えます。私が今年の、3月議会でもお示しましたが CDO
デジタル最高経営責任者の設置、また専門となる部署の設置について強く要望する理由は大きく2つございます。1つ目はやはり市役所業務の円滑化、簡素化、そしてスピーディー化です。今回の私の質問に対しても答えていただける部署はそれぞれの各課が担当していただきました。しかしこれはやはり今後10年20年においてはあくまで全ての基盤基礎になるものであり、部署などを超えて作り上げていく庁内のインフラ事業であると考えます。そして2つ目は多種多様な豊富市の課題を解決するための財源の確保、税収増加でございます。少子高齢化、人口減少社会、内需が減少し続けているこの大変深刻な状況の中で、我が豊富市は全国1741市区町村と生き残りをかけた戦いが始まっています。かの有名なランチェスターの法則、ランチェスター戦略では、戦力に勝る強者に対して戦力で劣る弱者が勝つ方法を紹介されております。それはどんな市場でもいいのでシェアナンバーワンを取ること、シェアナンバーワンを目指すことです。いわゆるナンバーワン戦略となります。昨日も、市長や、教育長、また議長などにもいろいろお話を伺いました。豊富市で一番高い山は、皆さんすぐに、大平山だと、答えられることかと思います。じゃあ2番目に高い山、これを皆さんお答えできるでしょうか。市長大丈夫ですか。あ、市長よろしいですか、簡単に。市長、あの山の高さも興味を持っておりまして、631メーター、大平の次が八幡ヶ岳でと、両あのとか西見山とか高さを覚えております。桑根山が 107.4メーターとか、目山が107とか、今旧あの田島が222メーターだとか、そういうことはやっぱりあのしっかりとですね、あの見ながらいろんなところ回っておりますので、私はしっかり理解しているつもりでございます。吉見議員。はい、ありがとうございます。しかしですね、昨日、議会事務局長が豊富志士というものを出していただきまして、どの課に聞いても答えていただけなかったので、一緒に調べさせてもらったらですね、山口尾という、鈴屋、豊富市の鈴屋から山口市かけての山が、豊富市内では2番目に高い山だということになっております。八幡ヶ岳というのは4位となります。で、よく登山ルートでも有名な右高岳は5番目ということ、これほど私もちょっと初めて聞くような名前で、これがやはり市民の皆様にとっても同様の意見だと思います。やはりナンバーワン戦略というのは1番じゃないといけないと。ちなみに長い川は鯖川と答えれると思いますけど、2番目はですね、実は、大道の桐畑の横曽根川という、川だそうです。まあ、実際に今のお話を聞いていただいてもね、びっくりされるじゃないかなと思います。豊富市がさまざまな分野で、選んでいただかないといけない、選んでいただくにはやはり1番を目指すべきだと思います。ちょっと昔2番じゃダメなんですかとおっしゃってた方がいらっしゃいましたけど、皆さんも今ならわかるかと思います。2番じゃダメなんです。先日のランチェスター戦略に、話を戻します。弱者が強者に勝つためには、例えば横浜市や福岡市といった強者に、予算規模であれば弱者と言わざるを得ない我が豊富市が勝つためには、横浜、福岡じゃイメージが湧かないかもしれませんが、すでに豊富市は山口、周南、宇部といった近隣都市とさまざまな面で比べられています。子育てがしやすいのか、教育はどうだ、観光は、飲む場所はあるのか、今回のようなコロナウイルスの対策の補助金はどうだろう、水道代は、遊ぶところはあるのか。補足しますと、今回のコロナ対策の補助に関してはこの場をお借りしてお礼を申し上げますが、近隣都市の皆さんから本当に豊富市は、事業者に対して素晴らしい補助をされているということを、すごくお褒めの言葉をいただいております。なかなか市のことで褒められた経験がなかったので、大変嬉しく思っております。どうでしょうか。
池田市長におかれましては、市長選挙に掲げられました、抱負一番宣言でございますが、今もその思いにお変わりはないでしょうか。市長。私の公約ということでございますね。この4年間はそれを目指して毎日頑張って おるつもりでございます。まあ力不足でございますけれども、これからもその思いで取り組んでいきたいと思っております。吉見議員。はい、どうもありがとうございます。お気持ちにお変わりがないということで、そうだとは思っておりましたが、安心しております。以上のことからも、私が抱負が一番になるために、そしてその財源を確保するために、税収増加の観点からも、私は抱負市のデジタルオートメーション化こそが最もその費用に対して効果を生む生産性の高い投資であると考えます。3月、議会でもお聞きしました。最高デジタル責任者、いわゆる CDO の設置の必要性や IT に関する専門性を持った人員と、それらを配置する専門の部署が必要だと考えます。そしてその専門の部署が各課の要望を取りまとめ、その中の規模の大きなものについては、市長によるトップセールスをしていただき、事業者との連携や誘致の実現により、市の活性化ができると考えております。最後に、お伺いします。法務市における IT に関する専門的な人員の確保や部署の設置について、現状のお考えを聞かせてください。市長。ちょうど今、市役所を建て替えということもございます。IT 化をしっかりと進めていかなければいけません。先ほど一番ということでございましたけれども、この分野でも他市に劣ることないように取り組んでいきたいと思っております。そうした中でいろんなデジタルの専門家とか、組織のありました。それについてはですね、今後来年度に向けてしっかりと取り組んでいかなければならないと思っておりますけれども、まずは ICT 推進本部、今本部長、副市長でございますけれども、これはしっかりと自ら進むために私が本部長となってしっかりと進めていきたいと思っております。吉見議員。はい、ありがとうございます。やはりその分野に特化した 部署というのは私は本当に必要だと思います。市長と、CDO というのは市長の次副市長と同等の、ポジションを、他の自治体では用意されております。そういった分野のお手本もですね、我が法務市には、出身の方がいらっしゃいますので、CDO のについて、そういったところも連携をしっかり進めて、取り組んでいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、お腹も減った頃と思いますので、質問を、以上とさせていただきます。ありがとうございました。以上で3番、牛見議員の質問を終わります。これをもちまして、通告のありました一般質問はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会といたします。次の本会議は9月25日午前10時から開催をいたします。その間、各委員会におかれましては、よろしくご審査のほどお願いいたします。なお、お疲れのところでございますが、大変申し訳ございませんが、12時から議会運営委員会を開催したいと思いますので、関係の方々は全員協議室にご参集をお願いします。お疲れ様。